二度と嘘はつかない男同士の約束だ。バックン、大学病院に入院してます。入院？すぐに会いに行った方がいい。風邪ひかないようにね。はい。おうちのワンちゃんによろしくね。はい。クワックン、バイバイ。おうちでもちゃんとマスクするんだよ。うん。どうやらありがとうございます。おはよう、ワックン。絵日記描いてるの？ねえ、わっくん、前にリクエストしてくれた迷路作ってみたの。やりたくなったらやってね。今日はいい。そっか。次は沢本和久くん。強化療法は順調に進んでいます。副作用も少なく体調は安定していますね。おーい、 CLS からは少し気になることがあります。以前のようにスタッフとおしゃべりすることが減りました。お父さんがいらっしゃる時以外は口数も少なくて、前のように自分から他の子に話しかけたりしようとしません。食事を残すことも増えました。病院の食事飽きちゃったか。病状は安定してるけど、太陽君が亡くなったこともあるし、体というより心の問題。そうじゃないの、ななみちゃん。はい。いろんな気持ちを溜め込んでると思うので、感情を発散できる関わりをもっと増やしていきたいと思います。よし、期待してるよ。はい。次、腎盂腎炎で入院している田村。宿題終わったか？もうちょっと。父さんが更生してる。誤字脱字ちゃんとチェックしないとな。パパ、うん？夏休みもう終わっちゃうね。夢カードですって。夢カード？わっくん言ってました。お出かけは無理だから枕の下に敷いて、せめて夢で会えるようにって。随分欲張ったな。少しでも気分転換させてあげられるように頑張りますね。外出許可ですか？ええ。息子は楽しみにしていた夏休みのプールも、2学期に小学校に戻ることも叶いませんでした。ほんの少しだけ願いを叶えてやることできませんか？何ですか？いや、お父さんだなと。確かに和君はこのところ体調もよく元気になったように見えます。しかし病気が治ったわけじゃない。引き続き最新のケアが必要です。失礼しました。虫の面白い本見つけたの。これとか後で読むからいい。じゃあここ置いとくね。すみません。はい。小児科病棟の方でしょうか？はい。何かご用ですか？沢本和久の病室はどちらでしょうか？失礼ですが。雨宮と申します。雨宮さん、和久の母親です。和久の病室はどちらでしょうか？それが。どうしました？和君の主治医の丸山です。雨宮さん。はい。申し訳ありませんが、お父さんの許可をいただかないと息子さんとの面会はお受けできないんです。身元が不確かだというんでしたら保険証も免許証もあります。いえ、そういうことではなくて、親権はお父さんにあるんですよね。はい。こういった場合、誤解や行き違いが生じないよう親権のある方の許可をいただくようにしてるんです。ですからまずはお父さんとお話しいただけませんでしょうか？せめて和久の病状だけでも教えていただけないでしょうか？和久は何の病気なんですか？今はそれもお伝えできません。まずはお父さんと話してください。息子さんの病気についてはそれからきちんと説明させていただきます。私は和久の母親なんですよ。本当に申し訳ありません。お父さんの許可をいただかないと息子さんとの面会はお受けできないんです。この番組はおはようからお休みまで暮らしに夢を広げるライオン、トヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りします。母さんに会いたいか。香織、僕が入院したって聞いたの。とにかく中へ。ワクは何の病気なの？聞いてどうすんだ。白血病だ。白血病？急性リンパ性白血病。白血病って僕は大丈夫なの？命は助かるの？ねえ答えて。治療は順調に進んでる。心配いらない。俺は面会の時間がある。合わせてお願い。枠に合わせて。今さら何を言ってる。枠にはお前はもう帰ってこないと伝えた。それ以来あいつは一度もお前のことを口にしない。私は。お前は枠を捨てたんだ。綺麗な奥さんですね。あ、いや失礼。元奥さん、ご迷惑をおかけしたようで。会わせてあげないんですか。息子は私が一人で面倒を見ると。枠だって今さら。こだわってるのは枠のためですか、それとも自分自身。いえ、分かりますよ。男なんて所詮ちっちゃい生き物ですから。そう、先日の話なんですが、絶対無理はさせない。約束守ってくれますか。長期入院のストレスが溜まってる時期ですからね。心の解放感味わわせてあげてください。ありがとうございます。体の調子が良かったらな。あんた優しいよ。今度さんがね、作ってくれた。外出の日にやりたいこと書いてくれ。1、2、3、4、5。お願いごっこ？それぐらいなら叶えてやりそうだ。下遊びないのか。遊び？キャッチボールとか石蹴りとか。石蹴り？石蹴り知らないの？父さん子供の頃はな、こう地面に線を描いて石を投げて片足で。そんなことしてたの？昔はな。どっか行きたい場所？食べたいものは？誰か会いたい人いたら。会いたい人？あ、うん。葵ちゃん。葵ちゃん？クラスで一番可愛い子なんだよ。わっくん、お誕生日プレゼントあげられなかったからあげたいの。よし、一つ目それだな。父さんに任せろ。本当に？ああ、父さんが何とかする。リュックと水筒、運動靴もいるな。遠足だね。遠足？わっくん入院してたから行けなかったでしょ。だからパパと二人で遠足。ああ。お宅の水族館にマカロニペンギンいらっしゃいますか？いや、キングペンギンでもなく、ジェンツーペンギンでもなく、マカロニペンギンです。パパ。ああ、ちゃんと準備できたか？ほら見て、完璧でしょ。ああ。あれ、まだ一つ分思いつかないのか？ねえパパ。うん？わっくんの願い事何でも叶えてくれる？明日は特別な日だ。おやすみなさい。とうとう明日ですね。子供は母親に会いたいものですか？自分を捨てた母親でも。ちゃんと時間厳守でお願いします。帰ってくるまでが遠足ですから。ありがとうございます。楽しんできてね、わっくん。うん。パパ早くよーし。じゃあすいません、行ってきます。いってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。おやつは300円以内って言ったんじゃないか？ごめんなさい。計算間違えちゃった。水族館。ほら走るな。うれ、パパすごいね。よっ、チーズ。ねえねえ、パパも一緒に撮ろうよ。が、うん、チーズ。あー、マカロニペンギンだ。髪が金髪なんだよ。ペンギンはね、お父さんも卵を温めるんだよ。え、そうなの？そうなのです。パパペンギンはちゃんと子育てをするのです。かわいい。さて、親子でお手伝いしてくださった方には、なんと今日は特別に人気のマスコット、マカロニペンギンのペン太郎くんをプレゼント。パパやろうよ。え、丸山先生、バックのお父さんからです。どうした？何かあった？それがアシカに近づいても大丈夫かって。ご自由にどうぞ。大丈夫先生。ちなみに触るのは OK か NG かって。ワクが？いや、お父さんが。好きにして。はい、頑張れよ。うん。やったー。パパ頑張って。そう。どうぞ。どうだ？おいしい。よかった。野菜もちゃんと食べろな。うん。ママ、おいしい。おいしい。食べる。パパ全部食べちゃう。これ可愛い。少し疲れたか。あんま無理すんな。大丈夫。うん。お待たせ。いらっしゃいませ。コーヒーちょうだい。かしこまりました。バックンの容体は？医者はなんて？あの子に会うのも病気のことを聞くのも父親の許可が必要だって。あの人のところに行っても同じ。バックに会わせるつもりはないって。それで君はどうするつもりなんだ？わかりません。私はあの時枠を連れて行きたかった。でもあの子がそうはさせてくれなかった。それなのに今さら何をどうすればいいのか。もうまた目をそらすのか。あの子に捨てられたって言ってたよね。これから先もずっとそう言い続けて君が幸せならそれもいいだろう。家を出て君は随分元気を取り戻したように見える。でも一瞬でもバックと離れて一瞬でも幸せだと思ったことがあるのか。本当はどうしたいんだ。会いたい。枠に会いたいです。一目でいいから枠の顔が見たい。声が聞きたい。だったらこんな暇なおじさんと話してないで前に進まなきゃ。葵ちゃんもな、枠にずっと会いたかったそうだ。本当に？うん。あ、でも葵ちゃんのお誕生日プレゼント今度あげるからいいか。枠。え？あれ？耳になんかついてるぞ。取って取って取って。よし。こんなのが取れた。うわ。行ってきな。うん。パパ、なんか耳についてるよ。パパ大好き。葵ちゃん、まっくん。クラスのみんな元気？うん、元気だよ。あのイルカってね、バンドイルカって言うんだよ。似合う？うん、ありがとう。プレゼントするね。うん。さっきね、足菓子を見たんだけど、ね、僕とね、パパが。パパ大好きだってさ。秋の展覧会、メインの展示物は女神の愛です。雨宮さん。はい。作品の詳しい説明を。申し訳ありません。パックン、絵上手だね。はい、もう一度話がしたくて。今外？ああ。パパ、葵ちゃんとジュース飲んでバッグも一緒なの？外出許可もらった。どこにいるの？聞いてどうする？会いに行きたいの。聞いてもらいたいの。バクに私と会いたいか聞いてもらいたいの。葵のパパもこれで髪の毛生えてきたよ。くすぐったいよ。やめてやだやだ。ワクに伝えて。子供美術館、ワクとよく一緒に行った場所なの。そこで待ってるって。バク、大丈夫か？ええ、大丈夫。遠足おしまい？そろそろ帰んないとな。あー、楽しかった。願い事全部叶っちゃった。ワク。願い事まだ一つ分残ってるだろ。考え中か？正直に言っていい。今日は特別な日だ。父さん、お前の願い何でも叶えるって言っただろ。さっきな、母さんから連絡あった。母さんはワクに会いたいそうだ。今な、子供美術館でお前を待ってる。行ってみるか？ワク、母さんに会いたいか？よし、分かった。こっからは一人で行けんな。父さんここで待ってるから。行ってこい。ほら。とは一緒に暮らせないの。父さん、枠のそばにいる。二人なら怖くも寂しくもないはずだ。二度と嘘はつかない。男同士の約束だよ。母さんに会いたいか？父さんここで待ってるから。どうした？戻ってきちゃったのか？どうして？わかんない。そうか。パパ。うん？お願い。お願い？石蹴り教えて。石蹴り？さっきそこで見つけたの。パパ石とマック石。お願い、最後の一つまだ時間ある？ああ。パパがしてた遊び、マックンもしたい。よし。じゃあ、やるか？うん。うん。いくぞ。君、今日はぐっすり眠れそうですね。ええ。今日、パパと水族館に行きました。会いたかったマカロニペンギンに会うことができました。パパの作ってくれたお弁当を食べました。葵ちゃんにプレゼントを渡しました。今日はパパがいろんな夢を叶えてくれて、とても楽しかったです。パパ、ありがとう。やっぱり叶わないな、お父さんには。どういうことですか？残念ながらわっくんの病気は再発の可能性が高いです。骨髄移植を勧められた。このままわっくんに会わなくていいんですか？お話しさせていただくことはできないでしょうか？無理を承知でお願いいたします。一体いつまで待てばいいんですか？今まで先生、この番組はおはようからお休みまで暮らしに夢を広げるライオン、何もしてやれないことをトヨタと分かってるんです。変わってやりたいね。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。変わってやれることなんてないんです。このドラマ「グッドライフ」の原作本を抽選で20名の方にプレゼントいたします。ご覧の宛先までご応募ください。